が大大大大大好き。ふたり肉じゃが食べてる。肉肉肉肉肉じゃが大大大大大好き。ふたり肉じゃがしたって歌いません。歌いませんよ。つい歌いたくなっちゃう。今日真面目な回ですから。今回は日本の料理を本気で作ろうぜのコーナーです。第3弾です。イエーイ。第1弾目は照り焼きチキンを作りました。第2弾目は生姜焼きを作りました。そして第3弾目は肉じゃがを作ります。肉じゃがってね、男子が好きな手料理ランキング1位っていうじゃないですか。でもね、息子に聞いたら、俺は肉じゃが978位だけどねとか言うんですよ。それって肉じゃが嫌いってこと？って聞いたら、いや、肉じゃがは嫌いじゃないけどなくていいかなって言うんですよ。なんか悔しいと思って、悔しいと思って、だから名誉挽回して美味しい肉じゃが作って息子に食べさせてやりますよ。皆さん、今年は基本の料理を一緒にゲットしてレベル一緒にアップさせちゃいましょうね。それでは一緒にいきますよ。今日も一気にいってみよう。皆さん、肉じゃが作った時、なんか味が染みないし、味がぼやけるなーって思いますよね。今度は煮すぎるとじゃがいも溶けたーってなりますよね。どっか行ったーみたいな。それはないですけど、煮すぎたらね、じゃがいもちっちゃくなってっちゃうじゃないですか。で、みきママ、今までたくさん試作してきたんですよ。味がね、絡むように片栗粉でとろみつけてみたり、小麦粉でとろみつけてみたり、あと1日煮汁につけてみたり、もういろいろやってきました。どうしたらいいかなと思ったらできたんですよ。本当に美味しい肉じゃがは最後に煮汁を煮詰めたら完成です。もうそれだけなんです。もう煮汁煮詰めたら美味しくなるんですよ。汁が多いとぼやけてるので、その煮汁を少しガッと煮詰めることで味が濃縮されるじゃないですか。そうするとじゃがいも溶けちゃうから、その前にさっきじゃがいも取り出して、その煮汁をじゃがいもに濃くなった煮汁をかけちゃえば、食べた時、おお、よく煮たねってなるんですよ、本当に。それでは作っていきましょう。材料はこちらです。材料なんですけど、野菜って不揃いですよね。なので全部合わせて850g になるように、じゃがいもがもし小さければ人参増やしたりとか、人参が大きかったら玉ねぎ減らしたりとかして、全体に 850g ぐらいになるようにしてください。そうするとこの調味料でちょうどいいですよ。じゃがいもは男爵とメークインあると思うんですけど、どちらでもいいです。その理由はね、後で言いますね。そしてお肉なんですけれども、豚こまでも豚バラでもいいです。豚バラの方が脂がたくさん出てね、コクが出ますよね。私は豚こまを使って作るのが好きです。あとはもう定番の材料で切りよく作れます。じゃがいもから切ります。時短簡単節約効果の料理研究家だから、電子レンジでじゃがいも何度も作ってきたんですよ。電子レンジでやる肉じゃがは、皮ごと電子レンジで放り込んで柔らかくなるまでチンしたら、皮を剥いて、で最後にめんつゆを回しかけて染み込ませて出来上がりみたいな、そんな肉じゃがです。それはそれでね、お弁当だったら全然美味しいんですよ。ただね、家族にたくさん作んなきゃいけないんだったら、もう一から作った方が逆に早いし安い。はい、じゃがいも皮が剥けました。切りますよ。だいたい大きさは一口大サイズ。玉ねぎはね、薄くよりも厚めにくし形ぐらいに切ってください。こういう感じ、斜めに切って3センチ幅ぐらいかな。最後は人参。ねぎままで皮ごと食べるのが好きでしたが、洗ってあります。皮の部分が一番栄養あるって言いますよね。そして乱切りです。人参ってね、じゃがいもよりも火が通りにくいので小さめに切ります。そして最後に生姜。今回生の生姜使います。別にチューブの生姜でも全然ありです。皮むいときます。はい、しらたきは水でよく洗ってあります。じゃあ作りますよ。作り方はたったの3ステップです。まず炒める、そして15分煮る、最後煮詰めてかける。この豚こま、油が少ないからパサパサしちゃうんですよ。なので、あるものを入れて柔らかジューシーに仕上げたいと思います。みきママもう何度も言ってますよね。何ですか？はい、片栗粉。
片栗粉をね 300g に対して大さじ2分の1杯入れたら、お肉の油をねコーティングしてくれて、炒めても柔らかくジューシーしてくれるんですよ。食べた時に揉み込みます。いいですよ、豚バラだったら片栗粉いらないです。もう豚ももなんてもっとパサつきますからね。広げて焼きます。火つけましょう。お肉焼けたらじゃがいもとかじゃなくてもうどんどん入れちゃいます。じゃがいも入ります。出すーん、玉ねぎ、人参、全部同時にいいです。白滝はちょっと長いのでハサミで切ってから入れます。生姜もすって入れちゃいます。大体いいですね。同じ調味料使ってもやっぱ生姜いっぱい入れちゃうと辛くなっちゃうんで、甘みを追加で加えてください。美味しいんだよね生姜入れると。まだいじってないです。お肉今焼いてますんで、肉から油が出てきましたよ。ノンオイルです。ちょうどいいかな。はい、いい焼き色つきました。そしたらかき混ぜます。ほら見て見て、お肉にいい焼き色ついてますよね。この焼き色のところにねタレがよく絡んで美味しいんですよ。5分ほど炒めました。全体的に油でコーティングされたら2ステップ目、水、酒、サドゥー、みりん、かつおだし、生た醤油。もうね順番どうでもいいんですよ。気持ちさしすせそから来ましたけど。そしたら全体をかき混ぜて蓋します。弱めの中火で15分煮ます。でね、これね調味料なんですけど、第1回目の照り焼きチキンの時も言いましたけど、伝統的な照り焼きの味、これも照り焼きみたいな味ですよね。味は醤油、酒、みりん、砂糖、これは絶対外せないです。酒取ってみたり、みりん取ってみたり、砂糖取ってみたり、あと醤油と蜂蜜でやってみたり、いろんな作り方でやったんですけど、この4つで作った方が伝統的な肉じゃがの味になります。絶対1つも外せないですよ。で、割合なんですけど、照り焼きチキンの時覚えてます？醤油対酒対みりん対砂糖が、照り焼きチキンは 1.5 対1.5 対1.5 対1でしたよね。今回の肉じゃがはですね、醤油対酒対みりん対砂糖が3対3対3対1。覚えやすいですよね。プラス生姜です。で、ちょっと調味料入れる時、こんもり山盛り入れてくださいね。液体測る時は。そう、ミキママ学校でも習いましたから。ちょっとかき混ぜてみます。15分煮るんだけど、10分目で一旦開けてね、かき混ぜてみてください。で、この時にじゃがいもが煮崩れてないか確認してください。串に刺してみます。あ、通ってる通ってる。大きいのがもう通ってるから、じゃがいも10分目で救出しちゃいます。やっぱね、じゃがいもによってもね、火の通り方は違うし、切り方によっても火の通り方違うんですよ。だから一旦じゃがいもだけ救出しちゃいます。そしたらほらね、煮崩れないですよね。どんなじゃがいもでも失敗しないですよ。じゃがいも先取り出しちゃうから。人参も小さく切ったから火通ってる。今回15分煮てって言ったけど、もう12分でミキママできちゃいましたので、最後の3ステップ目はちょっと強火で30秒ぐらいかな。この時水が、水分がたくさん出すぎ、シャバシャバしてたら、味をねグッてここで煮詰めて濃くしてください。味見してくださいね、この時に。うん、おいしい。うん、煮詰まった。そしたらかけますよ。じゃがいもまだあったかいから、冷めちゃったらもう一回じゃがいも戻してさっと絡めていいんですけど、かけます。うおー、見て見て、じゃがいもが消えた。ほら、もう20分ほどで肉じゃができちゃいましたよ。そしたらね、じゃがいも引き出します。おいしそうだ、ほっくりしてる。もうこのままかぶりつきたい。あ、なんか匂いもいい匂いする。部屋中ね、うん、生姜のいい香りしてますよね。生姜入れたよ。はい、これで肉じゃがの完成。肉じゃがは最後に煮詰めたら勝ちです。ホクホク。はい、じゃあ肉じゃが召し上がってみてください。どうぞ。いただきます。おいしいよ。おいしいよね。じゃがいも甘いよ。しみしみだよね。ハルトがさ、肉じゃがなんてさなくてもいいとか言うんだけど、どう？よとうがいいよ、美味しいもん。そうだよね。私肉じゃが好きだよ。
もうすごい一人食べれちゃうんじゃないそれ。じゃあ、あんちゃんに質問です。今日の肉じゃがは何点でしょうか？3点1000点いただきました。そんな美味しかったこの肉じゃが。うん、ちょっとハルトにも食べさせたいね。うん、ハルトはカメラに映ってくれませんでしたが、美味しいってね言ってもらいました。今回の肉じゃが1000点、初めての1000点いただきました。100点超えました。あ、間違えた、1万点だった。1、10、100、1000万、完璧な肉じゃがやんこれ。皆さん、今日は見てくれてありがとうございます。見てください、あんちゃんのこの食べっぷり、ポン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 口に入れちゃって、もうあんちゃんを認める1万点の肉じゃが、皆さんぜひぜひ作ってみてください。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。バイバーイ。